冷房をね、ブーストかけられるんですよ。で、本当にそいつ全然匂いなくなって、もうこれの匂いになるんですよ。これガチっす。こんにちは、てるです。本日は全男性が悩む夏の汗と匂い対策の紹介していきたいと思います。ということで、男はもう夏臭いんですよ。僕も臭いです。汗もやばいし、もう匂い、足も臭いし、脇も臭いんですよ。で、そんな僕が今までやってきてよかったなというね、汗と匂いの対策5つ紹介していきたいと思います。で、まあね、りょうさん知ってると思うんですけど、僕、汗やばいじゃないですか。脇汗やばいね。で、僕ほんと事務所来た時、脇汗やばすぎて、本当に事務所のね、先輩方にいじられるんですけど、そのぐらい僕脇汗を人のもう 3,4 倍かくんですよ。だし、汗ももちろんもう臭いっす。もう正直事務所にいる男全員臭いっす。しかも今日もちょっと気温が最高気温38度。嘘だ、やばいっすよね。最低気温29度ということで、まあ、鬼暑い。昨日も38度、まあ、暑いんですよ。で、もうこの後、今ね、バッと2週間後もあるんですけど、35度6度とか、8月のね、末ぐらいまでほんと真夏って感じで、なんなら去年の種目見返してたんですよ、うん、ただ10月頭でもう半袖着てる日あったんですね。今年も多分暖冬だと思うので、今からでもぜひもう汗対策、そしてこの匂いの対策ね、しっかりしてください。いくらね、こう顔がかっこよくて清潔感ある子で組んでも、匂いが臭かったりとか、汗で汗染みがすごかったりとかしすぎると、清潔感も何も何もないので、男はね、もう全員自分のこと臭いと思ってしっかりとね、汗対策していきましょう。ということで、今回ね、紹介する5つは僕がマジでリアルで使ってるものだったりとか、僕が全てやっていることです。ぜひね、最後で見て参考にしていただけると嬉しいです。はい、ということで、まず一つ目がこちらです。ギャツビーのボディシートなんですよ。僕自身サッカー部で、それこそもう5、6年前かサッカーやってて、いろんなボディシート使ってきました。で、そしてね、今年これに出会ってから、もうこれリピート2個目です。これめっちゃいい。まあ、何がいいかっていうと、まずあのひんやり感がすごいです。1枚が結構生地が厚くてちゃんと濡れてるんですよ、はいはいはい、なんでしっかり1枚で全身拭き取れるぐらいの量があると、これめっちゃいいんですよ。もうここにも書いてあるんですけど、雑菌成分で匂いを防ぐってことで、数数感もあって最高なんですけど、雑菌成分があるから匂いもしにくくなるらしいんですね。どんどんこれも書いてあります。1枚で全身しっかり拭けると。で、これサイダーの匂いするんですよ。匂いもいい。なんか変な甘い匂いもしないし、香水の邪魔もしなければ無香料でもないみたいな、すごいスースーとしたいい匂いがする感じで、匂いも消したいし涼しくもなりたいっていう方にぜひ使ってほしいボディシートです。まあ、ボディシートいっぱいあって分かんないと思うんで、まずぜひこれ試してください。間違いないので。で、僕がこれをいつどういうタイミングで使ってるかっていうと、朝僕シャワー浴びるんですよ。浴びてから一番体が綺麗な状態で、まずこれを使います。拭いて、で、家で拭いてから出るじゃないですか。で、駅まで歩くときにめっちゃ暑いんですよね、最近も朝。なるほどね。暑いんで、そこで汗かいて、もう電車乗る、もう一日臭いのからスタートするか、しっかりといい匂いのままこれをで拭いて雑菌して、スースー感も味わって、外出てもあんま暑くないから汗も出にくくなると。で、なおかつちょっと汗かいても電車でスースーするから、冷房をね、ブーストかけられるんですよ。クーラー当たるとスースーすると涼しいじゃないですか、まだ寒いぐらい。なんで一気に体を冷やしてくれる。まあ、それでまあ風邪になっちゃうとかね、まあ良くないと思うんですけども、僕はもう汗とか臭くなったりとか汗染みが出る方が嫌なので、もうこれで拭いて急いで駅まで行って、スースーしてる状態で行って、汗もそんなにかかずに電車のもうクーラーガンガン浴びて、うわ涼しいみたいな。なかなか汗かく前に使うっていう発想はなかった。あー、確かに。僕もサッカーやってた頃そうでしたね。汗かいたのをそれ拭き取るみたいな。うん、そうそうそう。うわー、盲点だ。無意識にやってました。確かに、それそうっすね。多分、今部活やってる子とか、これを汗を拭くものって見ると、汗かいた後にやると思うんですけど、逆に汗かく前にやることで、もう何回も言っちゃうんですけど、体感温度を下げられたりとか、電車乗った時にね、その電車内のね、冷気をブーストかけられるっていうメリットもあるので、ぜひよかったらやってみてください。まあ、もちろん汗かいた後にも使っていいので、これはね、持ち歩いてね、会社とか学校に行くとすごくいいと思います。で、ギャッツビーのやつ、これ僕体用使ってるんですね。なので顔とかはね、あまり良くないので、ぜひ体だけ使ってみてください。で、一応ね、今ね、出すとこんな感じなんですよ。1枚結構大きめ、あの三ツ矢サイダーみたいな匂いします。でも甘すぎない。結構水分すごいね、絞ったら出てきそうな、そのぐらい水分もすごいし、ちょっと肉厚なんですよ、なんか僕が高校生の時使ってたのって、なんかペラペラすぎて服と穴開いたりしたんですよ、そうならない。もうしっかり肉厚なんで、ガシガシ拭いても穴とか開かないんですよ。だからこれでもう僕足とかもいっちゃって、もう全身スースーするんで、あ、最高、いっちゃいます。で、脇とかも拭いてもガッツリしたら、本当に脇の匂い全然なくなるので、もうぜひ全身ガッツリいっちゃってください。はい、ということで2つ目はこちらです。こちらはデオナチュレですね。これは簡単に言うと、脇とかに塗る汗を抑えたりとか、まあ、一番は匂いですね。
脇がも抑えられるっていうやつなんですよ。脇がにも効くってぐらいすごい強力な匂いをピタッと抑えてくれるアイテムで、前ねバッグの中身紹介でこっちのね AG の方使ってたんですよ。でも正直言うと友達にめっちゃ臭いやつがいるじゃないですか。でそいつがもともとこれではないんですけど違う脇の匂い止めるやつみたいなあるじゃないですか。いろいろあると思うんですけど使っててこっちに変えたらしいんですよ。で本当にそいつ全然匂いなくなって、でなんか使ってんのってたらこれ使ってるって言ってたので、多分ねこれすごくいいんだと思うんですよ。で他の先輩とかからもこっちをおすすめされたので全員使った方がいいよってぐらいこっちをおすすめしたんですよ。で僕はそんなに匂いがすごく強い方ではないんですけど、うん、すごいねそういった匂いを気にしてる友達がこっちに変えてからもう全然匂いしなくなったって言ってたので、ぜひよかったらねこれ本当全部案件でも何でもないんで自腹で全部買ってるので普通に紹介するんですけど、いろいろあるんですけど役割、うん、匂いだと思います。一番は汗も抑えるって書いてあったりするんですよ。まあこれやってから汗が出にくくなったかって言ったらそんなに分からないか。僕が脇汗マジやばいんで分かんないんですけど、匂いがね臭い友達が使ってもめっちゃ抑えられてたんで本当に効くんだと思います。これはでこれも使い方なんですけど、このボディシートと一緒で、うん、僕の場合はお風呂入ります、朝シャワー浴びるでボディシートを使います、はい、でその後にこれを脇に塗るっていうとこまででセットです。でこれ塗ることでもう脇なんてじゃあ臭く塗りました、うんうん、塗りましたって意味ないんですよ。綺麗な状態で体が臭くなる前に塗って出てくる汗の匂いを抑えるったり汗をまず出さないっていう本になるので、これはもう出る前ですね。男特に寝汗っていうんですか、あ寝てる時にいや汗かいてなくてもちょっとかいてるんですよ、うん、特に夏なんでね、うん、なので朝しっかりシャワー浴びて汚れねしっかり落とした後に塗ることでなお効果発揮すると思うので、ぜひよかったらこれもねチェックしてみてください。あとねこういうのって意外と友達とかでもおすすめしやすいじゃないですか、うんうん、友達だからこそ臭いって言えるじゃないですか、うんうん、ちょっとお前臭いよって言ってあげないと逆にかわいそうなんです。なんか僕はそれはあんま優しさじゃないなと思うので、臭かったら僕も言ってほしい、逆の立場だったら。確かにね、うん、だってその女の子になったら傷つくし、臭いのに言われずになんかこの人臭いなって思われてる親なんで、だったら友達がいやお前臭いよみたいな、僕だって言っちゃうんですけど友達だったらお前くせえよみたいな、ちょっとだからマジこれめっちゃいいから使ってみって僕だったら紹介すると思うんですよ。なのでそういった匂い気にしてる友達とか、まあ、自分がねこれちょっと匂い気になるなとか教えてあげようって思う優しい方いたらぜひ友達にも紹介してみてください。はい、ということで続いて3つ目はこちらです。ダン、イニスフリーのパウダーですね。パウダーが、はい、まあ、今ねちょっと体の紹介したじゃないですか。でも僕もそうなんですけど、僕特に脇汗と顔汗がやばいんですよ、うん、顔面が姿勢肌なんですね。りょうさんも姿勢肌ですか。多分姿勢肌ベタベタしますよね、うん、テカるじゃないですか。で特に、まあ、夏テカるし、僕とかもそうなんですけど軽くメンズメイクするんですね、ナチュラルに。最近ねメンズメイクしてる方多いと思うんですよ。僕は化粧水塗ってで美容液塗ってその後ね日焼け止め兼乳液兼下地みたいなやつ塗って、うんうん、でその後にファンデーション塗ってで最後にこれを塗るんですよ。なんで日焼け止めしてとかファンデーションしてって方多いと思うんですけど、メンズも最近超多いと思うんですよ。でその後にパウダー塗んないと顔はテカテカだし化粧してる感強くなるんですね。でこいつを塗ってあげることで化粧してる感もないし、パウダーなんですけど肌がちょっと白くなってなおかつテカリ抑えられるんですよ。で僕も化粧とかするまでこのパウダー一番化粧っぽくなっちゃうんじゃないかなと思ってたんですよ、うん、でもこいつがいるおかげで化粧っぽくなくなるので全男性に使ってほしいです。特にセアの方、顔のテカリを抑えるだけでもいいので日焼け止めパッて塗った後にこのパウダーだけ軽くポンポンポンって叩いてあげると本当にテカリなくなって肌のトーン少し明るくなるので、いいな。ぜひよかったらマジ使ってください。はい、ということで続いて4つ目はこちらです。香水ですね。香水これは意外じゃないかなって思うんですけど、うん、まあ、よく匂い対策で香水っていうと、いやちょっとまあバカかと、もう汗かいてんのに香水つけたら逆に臭いだろって声聞こえてきます。わかります。なので僕これなんですよ紹介したいのが。それね、はい、臭い汗と香水混ざって逆に臭くなるみたいな、うんうん、あると思うんですけど、それって例えば僕の持ってるので言うとフレデリック・マルとかそのディプティクとかねルラボとかっていうのはもう香水の中でも本当香水オーラが出たりとかその香りが強めなものが多いんですよ、うん、なのでザ・香水、みんなが想像する香水っていう匂いがしたりするので、まあ、汗と混ざるとちょっと臭くなったりとかちょっと嫌だなって思われる可能性があるんですけど、うん、この香水はもはや香水でもないぐらいです。いい意味で、うん、本当柔軟剤に近い、うん、でこれ僕が高校生から本当ずっと使ってても本当十何本も買ってるやつなんですけど、ルサこれですね、まあ、懐かしの、まあ、もう鼻で覚えてますかね。あ、はいはい、この、まあ、柔軟剤ですよね、もうほぼ柔軟剤、本当に柔軟剤、本当柔軟剤の香りです、うん、これをマジで暑い日は僕これつけてるんですよ。なんでかというと汗かいちゃうんで、汗と混ざってもし香水つけてんのになんか逆に臭いって思われたら嫌だなと思って、うん、っていうのとこれめっちゃ匂い爽やかなんで暑い日こっちの方がなんか気持ちいいんですよ。自分的にもテンション上がるので、うん、これをちょっとご法度だと思うんですけど、うん、脇にぶちかけます。
あ、脇に。はい、これを遠目からっすよ。こうやってシュッシュッってやって、こう脇に一回閉じて、逆も遠目から打ってこれで挟みます。そうすると脇やばいんですよ、超いい匂いするんですよ。でもちろんじゃあこれ使います、ボディシート使いますって言っても、もう真夏は僕脇汗ほんとやばいんで、このほんともう商品に申し訳ないんですけど、うん、めっちゃ出ます、脇汗だら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 出ても、こいつ塗ったらもう出てくる汗とかがもうこれの匂いになるんですよ。これガチっす。それはこの後紹介するラストのものも関係してくるんですけど、マジでこれいいです本当に。でこれもちろん案件でもなんでもないです、もう自腹でずっと高校生から買っててもう全部自腹です、まあ、これも全部そうですけど、あとは普通にこうシュッてして、あとお腹の中とかにこう仕込まして入れたりしてるんですけど、まあ直接この脇とかにつけるの良くないって方もいると思うんですけど、僕はそうやって使ってます。それこそ最近、ちょうど昨日だ、昨日ね、寝室スタッフのこと満員電車だったんですよ。満員電車ね、満員電車乗って、もうすごい満員電車、もうなんか10時ぐらいで満員電車とかですね最近。マジもうやばいんですよ、みんな働きすぎなんですけど、こうやって釣り替えに捕まったんですよ僕。昨日もノースリーブ着たんです、暑すぎて。で、こうやってやったら脇こうなるじゃないですか、脇オープンだね。で、その寝室スタッフの子その身長高くないんで、顔がちょうどこの辺に来たんですよ。で僕がこうでこっちを言ってたんで普通に、うん、でめっちゃ脇いい匂いすんねんみたいな、あの電車降りて言われて、うん、で使ってたらこれなんですね。あ、なので多分満員電車でこうやって釣り革掴んだら脇ドフリーじゃないですか。で本当に申し訳ないですけど臭い人いっぱいいるんですよ。この匂いしますこれ使うと。なんでマジでいい匂いするんで、汗かいても全然問題ないです。ぜひ、ね、あの僕の最強セットなので、これロフトで2000円ぐらいで買えるんですよ。2、3000円かなで購入できるので、ぜひよかったら Amazon でも売ってたと思います、楽天とかでも、うん、ぜひよかったらチェックしてみてください。レイデュサボンの黄色ですね、黄色、これ間違いない、シールがね3色あるんですよ、黄色の匂い、ぜひドンキとかでも売ってるんで買ってみてください。はい、ということでラスト、あ、そのここなもうないよね商品。ラストはなんと一番大事かもしれないです、これが脱毛です。はい、これはね言ってるんじゃないですかね、他のインフルエンサーの方も、あの脱毛大事だよと言ってると思うんですけど、うん、僕自身もうお父さん沖縄で、うん、お母さん東京なんですけど、まあ沖縄ってちょっと毛濃い方多いイメージあるじゃないですか。僕もめっちゃ毛濃かったんですよ高校生の時とか、もう本当に濃い方で、やっぱね毛って臭いっすね、毛かける汗は臭いので、周りでね臭い人だったり臭くない人、いい匂いするなって方ってやっぱね、毛がない人ほどやっぱいい匂いするし、毛がある人ほどちょっと臭いなって印象もあるんですけど、うん、そのぐらいやっぱ毛ってね大事なんですよ、あるかないかって。なのでこうやってうわ夏かいでうわ自分臭いなとか思う方多いと思うんですけど、うん、もしかしたらそれ脇毛のせいかもしれないです。自分が臭いというよりも脇毛あることで臭くなっちゃってる可能性があるので、脱毛すごくおすすめです。脱毛今迷ってる方もいると思います、夏なので。美容にするか医療にするかってこれ結構大きいと思うんですけど、うん、僕両方ともやったことあるんですよ。どっちも経験した上で言うと、脇だけで言うならどっちでも大丈夫です、これはもう僕が両方ともしたんですけど、ヒゲとかそれ以外も正直脇以外っていうのかな、言ったらもう圧倒的に医療、まあぶっちゃけ言っちゃうと美容はあんまり意味なかったっす、脇以外は。でも脇だけ効果感じられたんですよ、まあ、それぐらい脇って脱毛の先生も言うと思うんですけど、一番最初に効果感じてくるところなんですね。もうマジで一回剃って脱毛、うん、美容も当てたらすっごい生えてくるの遅くなるし薄くなってるんですよ。そのぐらい脇って効果感じやすくて、なのでお金がそこまでかけられないという方は美容でも大丈夫だと思います。でもある程度しっかりもう早く最短で脱毛したいんだよとか、経営もなくしたい、なんなら一発で圧倒的な効果感じたいって方は医療がおすすめです。ちょっと高いですし少し痛いんですけど、それ以上の効果を感じられるのでぜひ脱毛行ってみてください。まあ、最近僕行ってないので、あの脇も今多分まあ動画でずっと分かってるのツルツルなんですよ。ツルツルじゃん、もう1年ぐらい剃ってないですよ。これも美容を何回かしてでもほぼ美容でなくなったんですけど、やっぱね美容脱毛って生えてくるんですよ、またそうちょっとしたらちょっと生えてきちゃうんですよ。なので基本的には医療の方がいいんですけど、医療するともう結構ずっと生えてこないです。まあ、ちょっとこれ余談なんですけど、今ヒゲ毎日剃ってるんですよ僕。毎日剃ってるので、ヒゲも美容脱毛もねもう10回ぐらいして、医療も3、4回、5回ぐらいしたんですよ。結構やってる。そうでもやっぱ2年ぐらいかやってないと生えてくるんですよ毛。もう一回行こうか、でもヒゲ生やしたくなるかもなみたいなことで今言って、なんかちょっと迷ってるんですけど、やっぱね脱毛したくなったから肌荒れもするようになったし、若干やっぱそういうの気になるので、ワンチャン脱毛行こうかなとまあまあ思ってます。まあ脇もそうだし、まあ、VIO とかもやっぱね毛がない方がね臭くないです。これ多分毛がある時からなくなった僕もう自分の実態&その周りの人たち見てもそう思うので、ぜひ匂い気になるよって方一回脱毛してみてくださいとか、この夏とりあえずこの夏一回塗り切りたいって方は、あの毛剃るのありですね、毛剃っちゃう、うんうん、一旦剃ってみてください。匂い気になりにくくなると思うので、ぜひよかったらやってみてください。はい、ということで今回はね全人類の男性が悩む夏のね匂いと
汗の対策について紹介させていただきました。で本当にね、なんか匂いとか、なんかその汗とか触れにくい話題ではあるじゃないですか、うん、でも今日はね、ズケズケちょっとトゲだらけも言ったんですけど、結構これが僕の中のリアルなので、ちょっとね嘘なしで紹介させていただきました。まあ、今回も全て案件ではないので安心してください。本当に薬局でね数百円で揃うものがほとんどなので、ぜひよかったらこの夏ね楽しむためにも、デートもね友達とも楽しい時間を過ごすためにもね、しっかりと、ね、汗対策してみてください。もしこの動画がね良かったなとかいいなとか思っていただけたら、高評価コメントのほどよろしくお願いします。ということで本日も最後までご覧いただきありがとうございました。まだ次の動画もご覧ください。バイバイ。There were 15 people at the gig saying, oh my god, what fun this is. Did it all, did it right, did it big. Yeah, buddy, we were loving it.